たか。貴様の目的は何だ。レムナントを人の手から解放する。解放？この世界の人間はレムナントを道具として使うことに慣れすぎた。放っておけばレムナントの力を限界以上にまで引き出し、いずれ全てを消滅させるだろう。バカな。人はそれほど愚かではない。何を根拠に言い切る、アスラム。私にはそれを阻止する義務がある。貴様は何者なんだ。レムナント管理者の一人。管理者？エリュシオンに来たのはレムナントの解放ってのに必要なものがあるからなのか。そうだ。本来ならば私の役目ではないのだがな。これを動かせばこの世界の全てのレムナントを解放することができる。ではウィルフレッドをあのような姿に変えたのは解放とやらと関係があるのか。解放がどの程度世界に影響を与えるのか試したかった。幸い人がレムナントに食われるだけで済むということが分かった。人がレムナントに食われる。ではその全てが解放されたらどうする。お前は私を止めるのか。あんたにとっては人ってのは何の価値もないんだろうな。でも俺にとってはかけがえのない存在なんだよ。俺はみんなを守る。よかろう。では全力で相手をしてやる。
かりしろ。まだ戦わねばな。しっかりしろ。
大丈夫か？はい、面白い。
後ろはどうだ、後ろは。退屈だぜ。